金勢は、韓国出身のプロ野球選手。改名前の名前は、金英都市。2006年現代ユニコーンズに入団。しかし、請求難のため同年には一軍に昇格できず、翌2007年に実力を認められ、防御率3.48を記録。投球内容は、決して良いとは言えないが、当時の金運はじめ真監督は育成も兼ねて、京誠球と共に先発へ定着。 2010年は開幕前に人体を損傷したため同年の公式戦には1試合も登板できなかった。2011年に賞を上げ、2012年は5勝を記録した。2013年と2014年とは年連続5勝を記録したが、2014年よりリリーフとしての登板が中心となっている。2015年シーズン終了後、金英便から金勢に改名。 2016年は36セーブで自身初の個人タイトルである最多セーブを受賞した。2017年7月31日、竜アリノブと共に2対2トレードでキアタイガースへ移籍した。キアでは不審に苦しみ、2019年はわずか10試合しか登板できなかった。2019年11月20日、余剰戦力を対象とした二次ドラフトで s k ワイバーンズから指名され、 2020年より SK に移籍した。SK の球団売却のため2021年より SSG ランダースの選手となったが、同年5月11日にウェーバー工事され5月18日に自由契約選手となった。常時 150km 近い速球が武器で、請求難が課題。ありがとうございます。